かなと思いまして、2日あるんですけれど、で子どもたち向けのプロ、まあ、プログラムとかですね、もう一つ、これ極端な話ですが、全く関心を持たない人たちに対するアプローチとか、そういうのもね、ね。あるんですね、あの先ほどお見せした喫茶店のワッターさんじゃないですか、あれはもう全然関係ない人ばかりだったんですよ。っていうのも、でもあれでいいんですよ。っていうのは、今回岡崎会場やるにあたってね、こんな遠いから人来ないじゃないっていう、もう記念点っていうのは常々あったんですね。ただ、ルイス・ウィークさんっていうのはリバプールビエンナーレをやってるので、彼とお話ししていたのが、今回はそこに人に来てもらうっていうだけの目的じゃないっていう話をなさったんです。その理由っていうのは、この愛知県に岡崎市があるっていうことを周知してもらえただけで、業績としてはありだっていうことを渡されたことって、非常に自分の中で印象に残っていて、そのプログラムでも実際そうだったんですよ。なので、工芸学って全然関係ないじゃんって思ってきた工芸学者たちが、あれ全然これアートじゃんって思って帰ってくれるだけで、それは業績としてあるかなっていうのもそうですし、喫茶店で食べることが好きな人が、いかにこう街の中でそういう、ただアート見てるだけじゃ、なんか吸っちゃいますよね、やっぱり。そこを上手にアートと文化を共有する。確かに喫茶店の方がいいと思う、街でしたね。喫茶店はすごい。そうなんですよ。しかも古い喫茶店のさ。そう、それで五十嵐さんが建築的にも非常に面白いですよ。中入ると、どこの時代かわからない喫茶店で、その家庭がすごく好きなんですよ、愛知県って。その代わり喫茶店がすごく多くて。そうですね。なんかそういう意味でまた、よく五十嵐さんがこう、建築もそうですけど、そういう場を体感することも、目的だね。はい。僕、岡崎に行って、なんか駅前でね、ツアーの募集をしてたんで、ツアー参加したんですよ。そしたらですね、そのツアー面白くて、作品の、全く案内しないんですね。全く作品を案内しないで、ずっとばっかり案内して、で、いつの間にか、結構歩くんですよ。結構歩いてですね、かけないとばっかり行くんですよ。で、ゴールも全然かけないと思うんですよ。で、そこまで来たらですね、はい、近くに会場がありますから勝手に行ってください。そういうツアーだったんですけど、これよく考えたかなと思って、なかなか面白かったです。はい。というような感じですね。実は時間が方法なくなりましてですね、申し訳ないんですけど、いろんな話し方をお聞きしたいなという顔なんですけど、お話しいただいている方は申し訳ございません。最後に何か一言ありました。します。メッセージ。横取りのサポーターの皆さんに対するメッセージです。で、終わりたいな。そうですね。はい、なんか、その、大きなことは言えないと思うんですけれども、実際にやっぱり、今回私が関わっててよかったなと思うのが、このボランティアさんと関わってることですね。それで、やっぱり通説に、非常にアートが好きで、どうにかして取り上げて育てたいという気持ちを、直接話してもらえるっていうことが私の中で一番恵まれてる環境で、それをこう中にきちんと伝えて仕組みとして残らさなきゃいけないなっていうのを私の自分の中で大きく一緒に変わったっていうのは思っています。ですので、こう何でしょうね、こう一見こう美術館っていうものをすごく壁のあるようなこの硬いものに対して我々は非常にソフトな部分で動いているところの距離っていうあまり感じないで、逆にこう思ってることを上手に伝えるっていうことを考えて行動してくだされば、多分次回の横浜トリエンナーレもいろんな意味でも人が愛着を持ってやってくださるのかなっていうのは私の経験から思いました。はい、ありがとうございます。すみません、質問いただいてお答えでいただいた皆さんが何かいらっしゃるかと思いますが、時間がなくなってしまいました。ということで、岸さんどうも今日はありがとうございました。Thank you.
こんにちは、岡本レイナールの小橋です。今日はお知らせが、2つあります。ごめんなさい、帰り際に置いてありますので、ぜひお持ち帰りいただきたいんですけども、AD の森村翼さんが実はアーティストでして、その本業の個展活動、実は今横取りをやりつつ個展の準備をするというすごく大忙しでいらっしゃいます。で、一つ今週の、土曜日から一般公開になりますが、資生堂ギャラリーさんの方で、ギターになりますけれども、以前からご案内しています、展覧会、これはラスベニナスというベラスケスの絵に基づいた新作になります。資生堂ギャラリー無料ですので、ぜひインプラのついでにお立ち寄りください。ついでにエルメスなんかも無料ですので、ぜひアートを楽しんでください。あと、もう一つはちょっと先になりますけども、来月の原美術館、こちらがもう品川駅から歩いてちょっと10分ほどですが、お越しいただいたことがある方がいるかどうか、素敵なお庭のある個人の美術館です。こちらでレンブラントの部屋再びという展覧会が10月12日からやはり行われます。これは実は森村さんが1994年ですから約20年前ですね、ほぼ日本で初の個展をやった時の展覧会の再現となります。こちらはレンブラントで、こちらの資生堂はラスベニナス、ベラスケスという、2大、西洋絵画の巨匠を、テーマにした作品を、端繰り見られるというような、森村さんの一色の技術になりそうなので、ぜひお楽しみください。あと、我々の会場の前で一つがあります、横浜美術館の方でも、横浜大観展が10月5日にオープンいたします。ぜひこちらの方も日本画となりますけれども、日本、横浜で縁深い原三景さんが、パトロンとして応援してた作家の一人です。そういうご縁もある作家なので、ぜひ横浜美術館の他のコレクションも出ますし、合わせて芸術の秋をお楽しみください。ありがとうございます。そうしましたら、次は次回以降の告知の方を見させていただきます。まず定期講座の方なんですけれども、次回は手元のこの次第にありますが、下の方に、10月の23日です。で、次から秋季講座ということで、3回で1セットの講座内容になっております。で、お手元にチラシ、赤いチラシですね、配らせていただいておりますが、松尾さん、この3回分のコーディネートをしていただきまして、2回目の時にトリエンナレ学校のご登壇にもいただきましたけれども、松野さんの方はちょっと説明。こんばんは、松野です。ちょっと本職はですね、テレビ神奈川の人が勤めておりまして、メディア人ということで、トリエンナレを多くの方々に伝えていこうということです。ちょっと広報みたいなことをキーワードに、秋の3回のシリーズを企画しております。10月23日は、小林和音というですね、横浜で活動している、メディアクリエイターと言いましょうか、比較的ソーシャルネットワークとそういうところにかけているわけなんですけども、今更聞けないソーシャルネットワーク講座というのをですね、ちょっと企画をしております。11月27日は、元神奈川新聞の記者の方なんですが、宮島真彦さんの方にちょっとお越しいただいてですね、ちょっと取材をするという人の話を聞くのは、アーティストの話を聞くみたいな、そんなことを、講座をやりたいと思ってます。で、12月25日なんとクリスマスの日にですね、私が、またちょっと再登場ですね、出させていただいてですね、こう賛同というか、こうなんていうんですかね、対話の連鎖をですね、生み出すような、そんな仕組みについてちょっと、皆さんに、お教えしたいなと。12月25日は最後講演会という感じを考えております。各回ですね、ちょっとこうアートアーティストトリエンナーレということを題材に、テーマにしてですね、ちょっと進めていくかなということを、考えております。まだちょっといろいろ詳細をこれから変更していくところなんですが、こういった形で、10月から3回ですね、また皆さんと一緒に、トリエンナーレを作ってきているというふうに思っております。以上です。